はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今日はですね、2023年8月7日になります。アップするのは、おそらく次の日にアップしているかと思うんですが、本日ですね、またしても Z8 のリコールが出ました。はい、2回目ですね、これでね。もう、この短期間に何回リコールするんだよって話なんですけど、私の場合はですね、すでにその前に1回ね、問題が出てますので、今回送り返すとすると、もう3回目になりますね。はい、品質どうなってるんですかね、本当にね。なんか、海外のね、掲示板ではもう前から出てましたけど、実際、ニコンがどういう対応するかっていうので、そういうね、情報を得てた方はやきもきしてたと思うんですけど、今回正式にニコンが、無償修理しますよというアナウンスを出してきましたね。で、当然ですけど私のも、該当してました。はい。ただお盆挟みますしね、今出すっていうのはなかなかね、タイミング的にちょっと微妙ですよね。複数台持ってらっしゃる方であればいいですけど、私みたいにこれ1台しかないってなると、ね、お盆の間使えなくなっちゃいますんで、それはちょっとさすがにっていう感じですから、今回はとりあえずちょっと様子見ようかなと思ってます。で、そもそも私の場合はですね、基本今 Z8 は863につけっぱなしですし、で、スラップつけるにしても、863の方の、スラップのそのところに、アンカーリンクスつけて、そこからストラップ自体をね、かけてる感じなので、ボディの方にかけてぶら下げるってことはしてないので、一応、アンカーリンクスはつけてはいるんですけど、ボディにストラップつけてぶら下げるってことはないので、今のところね、あんまりね。もちろん、今持ってるレンズの 50mm の F1.8 とか、MC の 105mm とか、あの辺使うってなると、ボディの側に当然ストラップつけることになるんですけど、今のところ863ではそれはないし、で、445と 1.4 倍テレコンを使うにしても、あれもレンズ側からストラップかけるんで、ボディの側にストラップかけてぶら下げるってことはないので、基本Z8 のボディの方で、スラップかけるってことは今のところないので、ちょっと様子見ようかなと思ってます。で、ちょっとタイミングを見て、ちょっと出してみようかなっていう風にちょっと今考えてます。もうこの短期間にこれだけね、2回で、私の場合3回ですけど、こんだけ不具合出てくると本当にね、大丈夫なのかっていうね、他にもなんかあるんじゃないのってちょっと疑ってしまいますよね。もうね、この際なんて、いっそのこと、その戻ってきたやつに関しては、ね、ある程度、時間かけずに簡単にチェックできそうなところに関しては、ね、もう総点検しちゃった方がいいんじゃないですかね、これね。っていうくらい、その Z8 のその品質の部分って一体どうなってんのよっていうね、感じですよね。ちょっと慌てて出しすぎたんですかね。ちょっとお粗末というか、それなりにね、台数も売れてるし、Z8 に関してはね、その売れ筋っていう点でいけば成功した、モデルかとは思うんですが、これだけ無償修理やるとね、せっかく出た利益もそれで消えてっちゃいますからね、何やってんだか分かんないですよね、こうなってくるとね。実際使うユーザー側からしてもね、そんな何回もメーカーさんに送り返さなきゃいけないわけですし、別に誰も得しないですよね、これね。本当に一度総点検した方がいいんじゃないかなって気しますけどね。私なんかはもう Z9 にもう買い替えようかなって今ちょっと思ってたりもするんですけど、なんでしょうね、これね。いい加減にしてくれよって感じになりますよね。満を持してっていうところもあったので、余計にですよね。期待値もやっぱ高かったですから、皆さんのね、私も含めですけど、余計にがっかりしますね、こういうのが出てくるとね。ただ一応そのメーカーから正式にアナウンスがされたっていう点においては、そこはちゃんと評価すべきかなと思いますけどね。無償修理しますよということなので、情報としてはね、国内で発生した例はまだないみたいな、ことをね、書いてたのも見ましたけど、それはどうなんですかね。たまたまそうだったっていうだけなんじゃないですかね。別に作ってるところって同じでしょうし、たまたまそういう事例が起きてないっていうだけなんじゃないですかね。
ていう気がするんですけどね。はい、まあ、いずれにしても今回のこのストラップに関してはどうなんでしょうね。そこまで、まあ、人によって、致命的か致命的じゃないかっていうのが多分分かれるんじゃないかなと思うので、私みたいに今のところ影響ないっていう人も当然いるでしょうし、また次なんか出てくるかもしれないんで、その時にまとめてみたいなね、まあ、それも、まあ、ありっちゃありかもしれないですし、さすがにね、やっぱさっき言ったみたいにお盆挟みますんで、お盆中にね、なんかバリバリ使おうと思ってらっしゃった方にとっては、なんだよみたいな話になりますよね。はい、ということで、またしてもっていう感じなんですが、2回目のリコールが Z8 に出たというお話でございました。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。